ここまでして走るの初めてだな。今から自走で20キロ先の瀬戸市の沼まで行きたいと思います。行けるとこまで行きますけど、こんな大雨の中で走るの初めてなんで、危険だと感じたらすぐ帰ります。うん、命のが大事。一応装備は万全で、上下レイウェアにこういう反射のシートに、もう作業用の手袋ですね、防水手袋、作業用で、靴もね、防水の新婚シューズカバーをつけて、おおっ、これ開けた方がいいな、こうやってな、中に入れて、うん、中に入れた方がいいな。本当はロードバイクに行きたかったんですけど、ディスクモデルがこれしかないんで、グラベルロード SPD で行きます。怖いんで SL で行きたかったけどね、テムレス装着、完全に作業しに行く人みたいな。あの今からちょっと工事の工事現場に、そうやってアルバイト、工事現場の仕事やん、工事現場の仕事ね。これ特許あるんだよね、工事現場の仕事ね、うん、自転車じゃないですよこれ。あ、これめっちゃいいじゃん、めっちゃ入るじゃん。これも何？これ、ラムネ味、うん、入れとこ、2本入れとこ、こまめにとって、水分と行ってまいる、思ってるマジで行ってきますね。雨だ、参加者が70名ぐらいのはずなんですけど、果たして何人ぐらいいるんでしょうか。また受付していきましょう。
はあ、ここは岐阜県土岐市ですね。まあ、PC1 までもう少しってところまで来ました。 GoPro の調子がかなり悪くて2回止まりましたね。あ、生きてるか。PC1 に到着しました。もうすごい雨ですね。あったくー、雨がマジでやばいっす。はい、今距離にして約半分近くまで来たんですけど、ここで DNF の連絡を入れました。理由は今から行く、PC に時間的にもう間に合わないっていうのと、あとはまあ今はちょっと止んでるんですけど、ちょっと雨のせいでこの上下レインウェア着てたんですけど、もう中もべちょべちょで、多分汗だとは思うんですけど、もうすごく寒いんですよね。この寒さだと僕は山越えれないなと思ったんで、はい、やめときました。残念ながら今から帰りたいと思います。DNF はしたんですけど、ちょっと最終 PC 寄ってみたいと思います。シークレット PC は飛ばして、最終 PC は覗いてきたいなと思います。
愛知県豊田市に来ました。相変わらず雨はひどいですね。今からずっとこんな道が続くわけです。何かあったら終わりですね。慎重に行きたいと思います。浸水してるぞ、なぜかべっちゃべだもん、ここまでがあるせいで。コンディションは悪かったね、あの雨の、うん、体調は良かったんだけどね。あ、だからスタート前にもう走りませんって言ってる人が何人かいた。そうなんや、うん、どうやろうな、応援しに来ただけみたいな、そうだろうな。だって雷鳴ってたよ。雷ずっと鳴った。でどちらかというともうタイムに間に合わんっていうところでリタイアしてきた。ああ、もう無理やみたいな。でこれ登っててさ、やっぱ下りはめっちゃいいんだけど登れなくてさ、うん、まあ人間が悪いんだけどちょっと全然登れんからさ、これで、うん、いやもう水、しかもなんか水び、川を登ってるみたいな感じでて、あずっと水ドゥワーって。え、無理よそれは。で、いや、それでも登ってるからみんなロードバイクで。へー、すごいな。すごいすごい。で、リタイアしてきて一応まだ元気なんで、着替えたらもう走れるかなって感じ。ただ着替えないともうここ、もう特に下半身がもうべっちゃべちゃなの、なんか、うん、理由がわかんないけど、しかも砂だらけでさっていう感じです。とにかく体中が蒸れてる。一個失敗したことありまして、装備で、うん、あの結構万全だと思うんだけど、初めてにしては初めてのアメブルベ装備としては万全だと思うんだけど、チェーン見て油全部流れてて、カスってカスで、うん、ウェットのオイル差してったんやって、雨降るって分かったから、うん、でももう流れた、っていうのが失敗かな。持ってきゃよかったと思って、もうカスカスじゃね、うん、ずっと水の中走ってたの、うん、なんか GoPro も壊れたし。壊れた、うん、直しせんか、もう調子悪い。そしたらね、呼吸はできた？全然ないもん。呼吸はしたけど、あの全然ないよ。トイレもないからもうびっくりするから。だから輪行袋持ってきてない人もいたと思う、聞いてみると。帰れないんだって、一回行っちゃうと。でもうずっと山だから、うーん、あーで燃える駅もないし、自分の判断でここの山登ったら行けるかもしれんけど雨がひどすぎて一回帰っとこうみたいな、うん、っていう判断。晴れててエボだったらいけたかもっていうのはあるけど、うん、まあ、どっちみちその時体調がどうかっていうのもあるしね、うん、あ、どうも、お土産買っていったね。そんな余裕あった？いや、もうあのやめるって言ってから、電話してから、うん、まあ、今ゆっくり帰りしてる。私リタイアしますっていう電話せなあかんねんって。してからはもう観光したわ、観光。一瞬だけ。少しだけ観光して。めっちゃびちゃやな、これ。やば。何を変わってきたの？
あのなんかくるみ五平餅セット重いし、じゃああと大変ねんって、あのお札使えんくて全部電子マネーで払ったんだけど、見てこれボリックスの防水ポーチなんだけど、あこれをあれかブルーベーシーか、おかしくね、ちょっとだってここに入れて、ここに入れてこれカッてしててここ、うん、なのにびっちょびちょなの、もう中全部これ汗だよね、汗、だって水入るわけないやん、だからここも全部濡れてんだけど、で帰り際ここら辺の地域自宅付近は晴れてたから、うん、そこで30分ぐらい走ってたら全部乾いてさ中に、うん、めっちゃ快適だった、うん、雨って辛いんやな、それだけで。そうね、でも走り切った人いるだろうし、うーん、それはすごいわ、やっぱすごいわ、オーラが違ったもんな、走ってて。へえ。しばらく一緒に走ってたけど。そうなんや、うん、でもグラベルで行ってよかった、ディスクじゃねえと死ぬ、うん、もう慣れてしまうと、リムブレーキの人多かったよ、うーん、輪行とか楽やしね、うん、でも今日みたいな日はディスクの方がいいと思うし、あのそこはグラベル選んで後悔はマジでない、仮にあっちで行ったら死んでた、うん、もうあのスタートして多分30キロぐらいで帰るって言ってた、うん、あだから選択、自転車の選択は間違ってなかったけど、まあ SP で SL 履きたかったし、コスミックで走ホイールで走りたかったけど、エボで、うん、ちなみに獲得標高は今リタイアして146キロ、うん、あもちろん自宅まではあるんやけど、獲得は1700ぐらい、うん、今、うん、約半分ぐらい、なんか実際5500じゃないらしくて話してたら、うん、なんかそんなにないみたい、3000近くぐらいらしいんやけど、うん、走りきてないからわかんないんだけど実際、うんうん、まあどうしても雨の日走らなきゃいけないシチュエーションもあると思います、せっかく仕事休めたのにとか、まあそういった時は装備をバッチリしてください、参考までに。本日の動画は以上となります、ご視聴ありがとうございました。